京都の家に来たぜ。さて、イオンラウンジを探そう。あと30分じゃん。あ、こんなところ自転車だってる。あ、すみません、イオンラウンジって何階ですか？イオンラウンジって何階ですか？イオンラウンジ2階です。あ、はい、わかりました。はい、イオンラウンジ2階。どう、まず場所、2階だけど、どうだろう、広いね。まあ、あんなとこで遊んじゃってるおじさんたちいっぱいいるけど、俺はイオンラウンジ、うん、なんか地図みたいなやつないか。わあ、なんかだらしないね、この写真、うん、なんかないかな、地図みたいな。イオン銀行、大体ね、人がいないところにある。平面図ないかな。お、こうだ、行こう。じゃあ行ってみよう。はい、あ、なかなかフードコート、すごい。何て言うの、なかなか土曜日のイオン。なかなか人が多いのか少ないのか、少ないような気がするね。あ、ゾフじゃん。メガネといえばゾフだよね。いや、俺フルレンズ使ってるけど、まあ、フルレンズってやっぱり関西ないんだよね。なんだろう。あと、実は、まだあと20分前、早めに着いちゃった。結構ね、ぴったり来ないとね、聞かせてくんねんだよな。あ、エディオンだぞ、あと帰れなかったら見てこう。ね、ほら、あら、見つけた、あそこだ。そんな奥にひっそりと、パッと見た目見つかんないよね。はい、はい、京都のイオンラウンジ、パッと見た目分かんないでしょ。あそこにあるの、そこ。じゃあ行ってみよう、突入イオンラウンジ。突入、あ、こうか。じゃあトイレ証明します。あれ、突入するぜ。あれ、こんにちは。あれ、誰もいないよ。チェックイン、はい、あ、チェックイン、チェックインレシートが出ます。はい、はい、45分からのご入室になりますので、はいはい、いいですか。はい、はい、まだちょっと今掃除中ですので、はい、45分からになりますので、もうちょっと、あ、入れない。はい、あと10分。そうですね、もう少しだけで、はい、座るだけでもダメ。はい、ちょっと今掃除中。あ、わかりました。はい、はい、じゃあ出てきます。ました。あ、ね、いっぱいだけだって、残念だね。はい、ではね、もらってきちゃおう。はい、でこれ、これですね、ん、兼用みたいな。は
はい、アイスコーヒーにしました。一杯しかもらえないなんてケチって感じだね。アイスコーヒー、はい、はい、さあコイン目、コイン目をしました、はい、はい、アイスコーヒーコイン目をしました。ほら遅い、遅いぞ。あれ？おや？あ、抽出するのにちょっと時間かかるんだね。できました。まあこれだけ？ちょっともうちょっと氷出そう。はい。よいしょ。よっこしょっと。ブラックだったら何杯もいけるかな。ゴミ